さてライス君、第2球は行くぜ、これが200キロだ。アラレ選手の放ったものすごい打球、地面に蹴り込んでしまいました。回れ回れアラレ、走るでございます。いやダイスったらあんな格好して、嘘、格好悪い。あったあったぞ。アラレ選手もうとっくにホームインして、続く2番打者、そのままビスケ選手がバッターボックスに入っております。生まれて初めて点を入れられた。まぐれですよ、キャプテンのボールが速すぎるから空席当たってめり込んじゃったんだ。それもそうだな。よし、もうちょっとスピードを抑えるか。